オリーブオリーブオリーブ誰一人。皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のオリーブの木チャンネル。今日のテーマは RCEP 11月15日署名、なぜ中国と自由貿易協定でございます。はい、気がついたら11月15日、もう今週末 RCEP 署名ということになっておりました。ちょっと米大統領選に思いっきり大騒ぎになっていましたので、もうもはやなんかこれ全く忘れられてしまっているんですけれども、しかし自由貿易協定であってですね、しかも中国とですね、今更自由貿易協定なんですね。RCEP、今15カ国がですね、参加見込みということで、まあ確かにオーストラリアも入ってるんですね。今まあオーストラリアも中国とバチバチに揉めてますし、まあオーストラリアはまあどちらかというとアメリカ寄りの国でございますけれども、まあなんか環太平洋の TPP に近い形でですね、なっているこの RCEP がですね、15日に署名にほぼなりそうだということなんですね。これもう経団連の意向でしょうかということと、まあ本当に報道されていません。まあ、TPP もまあ散々報道されていませんでしたけれども、なお輪をかけてですね、この RCEP は報道されておりません。確かに新聞にも載っておりますけど、めちゃくちゃ扱いが小さいです。経団連としてはですね、まあ、今 TPP11 になりましたけれども、アメリカが抜けた TPP にもですね、まあ基本的に経団連はグローバリストでございますので、自由貿易協定推進ということで、もうこれ様々な自由貿易協定をさらに推進していくんだということがですね、まあ経団連の、まあ今の方向でございます。で、その経団連に、が自民党にたくさんの政治献金をしているわけですから、もうこれ自民党としてはですね、まあ経団連の言いなりだということです。そして何より経団連の株主はもうほとんど外資でございますから、外資のための経済、外資のための政治が行われているということで、今回も自由貿易協定だと。で、さらに中国との自由貿易協定だと、今更ということなんですね。今の経団連会長の中西氏は、日立ですね、中西氏、中国との話で言うとですね、まあサプライチェーンを中国から他の国に持っていくとかっていうのは難しいと。またサプライチェーンの見直し、中国での生産見直しは必要だが、中国は非常に大きなマーケットで今も良い関係にあるから、もうこのまんまズブズブでいたいと、まあそうはっきりおっしゃっていますね。まあこれは少し前、2年ぐらい前の写真になりますけれども、李克強首相と会談してですね、もうまあズブズブでやっていくぞということをですね、まあやっておられる方がですね、今は経団連会長であると。親中派はまだまだ経団連の中にも多いんですね。そして恐ろしいことに、この RCEP、移民が入ってくるリスクがあるということなんですね。これは、自民党の、牧原議員はですね、これは移民自由化は全くのデマだと否定しているんですけれども、しかしですね、ここ、外務省のホームページにあるですね、自然人の移動と、中国から自然に人が入ってくると、自然人が入ってくると、これは RCEP の協定の基本的な部分、まあ、EU ほどですね、まあ、国境がなくなるみたいなことではまだありませんけれども、しかしながら、ここ書いてますから、自然人の移動と、加盟国から、まあ、入国滞在に関してですね、まあ、やりやすくなるということなんですね。これ今入管法がどんどん改正されて、もう実質移民やりたい放題みたいな状況に仕向けている自民党の状況においてですね、さらに中国を交えて移民推進とかって言うとですね、あら恐ろしいことにしかならないですよね。そういうことがあるんですね。しかも RCEP は TPP と同じく交渉中は中身がほとんど公開されておりません。正直わかりません。国民が判断しようがありません。もうまさに国民軽視、資本家グローバリストによる横暴です。
これを最もやったのが EU ですね。で、イギリスはぶち切れて離脱したということですよね。まあ、EU ほどひどくはないんですけれども、やってること一緒ですね。なんでこれ国民に公開しない条約を勝手に結んでお前らどうすんだと思うんですけれども、もうこれが当たり前になっていると。これがおかしいと国会議員も思わないと。よっぽど頭がおかしいんだと思います。ひどい状況でございます。TPP の時はですね、結局米国民も反対の世論が多くて、トランプ政権が TPP から脱退しました。グローバリストであるバイデンにですね、もし政権が変わったとしてもですね、TPP の米国の参加はできない見通しだということがですね、今のところは、まあ、様々なメディアで報じられています。まあ、実際そうでしょう。さすがにグローバリストの悪事がですね、世界中の人々にバレ始めてはいるんですね。バレ始めているのに、これまた日本、RCEP とかやってる場合かよ、ということです。TPP 反対とはもう散々言ったですね。これ立憲民主党も共産党もですね。今回はですね、無視。もう立憲民主党もはっきりと、RCEP 推進と、書いています。これ TPP と RCEP 何が違うんですかね。TPP はもう悪で、RCEP は OK。何が違うんですかね、これ。産経読売毎日などもですね、取り上げてはいますけれども、なかなか一面には載ってないので、扱いが小さい。また、ニュースやワイドショーではほとんどやられていないということで、まあ、しれーっとこれ通過しようとしているという状況ですね。野党、左翼運動のですね、根底にあるのはもうあくまでも共産主義コミンテルンなんです。これは別に陰謀論とかではなくて、共産主義、共産党って言ってますから、共産党と野党共闘って言ってるんですから、そして労働組合にもこの共産主義がはびこっているわけですよね。それが今の左翼運動野党です。だからこの後に及んでもですね、共産党、立憲民主党の、媚び中媚び感姿勢は今も続いています。外国人参政権も推進してしまったりしています。これは中間のスパイによって推進させられているんです。本人たちは気づいていない。そして、韓国の人たち、韓国の一部の変な人たちとたくさん付き合ってしまうことによってですね、従軍慰安婦運動、今韓国でですね、大変なことにな、大スキャンダルになりましたね、これ。辛い目にあった女性たちに集まった寄付を猫ババした従軍慰安婦運動です。これ、誇張じゃありません。事実でした。じゃあ、何のために従軍慰安婦運動やってたんですかって言ったらもう金のためにやってたんですよね。で、戦争で巻き込まれて被害に遭った、まあ辛い目に遭った人たちにはお金がほとんど行ってないと。その間に入った左翼運動の奴らが金を猫ババしていったと。これが従軍慰安婦運動でした。その従軍慰安婦運動を担いで、今も担いでいる。何の批判もしない。おかしい。これが、共産主義、コミンテル。そういう人たちの、結局お金のために動いているんです。しかも、日本から中間が金を巻き上げるために一部勢力が動いていると。RCEP もそうなんじゃないですかね。ね。でも中間に媚びてるから、共産党、立憲民主党は賛成なんですよね。TPP は反対したのに。何なんですかね。また、今回の RCEP で大きいのはですね、インド。インドはですね、抜ける方向だということになっています。今、まあ、インドと中国の関係がものすごい悪いということでですね、で、さらにこのインドが抜けた状態でですね、また RCEP、もうこれより中国と日本の防衛協定だろうという状況になってしまってるんですね。インドは、対中貿易赤字が、ものすごく多くなりすぎていてですね、政府ガードを要求しています。貿易協定においてですね、進めるんであれば、まあ政府ガード一定の、まあ、基準をつけると。そういうことをやるべきだと言っているんですが、それは認められそうにないので、もう抜けるぞとなっていると。19年の6月、中国はインド外しを提案。去年の11月にインドは離脱を示唆。未解決のまんま、ここまで来ていて、で、署名をすると言うんですから、もうインドは入らないんだろうということに
なってしまっています。インドはですね、今まあ、貿易赤字が拡大していて困っているということなんですけれども、まあこのインドと中国が今まあ国境紛争で揉めてもいますけれども、やっぱりですね、経済でもう本当にバチバチやっていると。インドの貿易赤字が大きいのは、中国の格安スマホメーカーなんかがですね、もうガンガンインドに入ってきてですね、で、中国がインドに現地法人なんかを作ってですね、そっからいろんなですね、まあスマホ部品を、インドに入れたり、で、インドで売ったり、結局のところインドは貿易赤字がどんどん拡大しているということでですね、インドの、政治関係者は、まあ、これ以上は貿易赤字を拡大させられない。特に中国との関係はもう見直さなければならないとなっているんですね。インドの、経済成長に伴ってですね、今インドも、環境対応をしていこうという動きにはあります。インドもですね、電気自動車の普及を推進していたり、太陽光発電を拡大していたりということになっているんですけれども、またこういう分野においてもですね、中国からの輸入が増加し続けていると、こういう状況においてですね、また RCEP がですね、セーフガードもない状態で、まあ、要するに中国優位に進められているということなんですね。じゃあインドとしてはもうダメだとなったということなんです。じゃあその中国優位になっている RCEP に日本も入って、これ大丈夫なんですかと。しかも中身がよく公開もされてないんでしょ。そういう状況だと。インドは、まあ、自由貿易協定を、各国、まあ、いくつかの今回の関係国とやっています。ASEAN とは、自由貿易協定を結んでいる、韓国や日本ともですね、包括的経済連携協定を結んでいるということなんですね。まあ、今回、インドが RCEP に加入するとですね、まあ、要するに最も得するのは中国だと。まあ、やっぱりこれ中国が推進しているということなんですね。インド政府は、まあ、その中国に対して、さっき言った懸念を大きく持っていると、貿易赤字が広がるとですね、今、インドの財政、経常赤字の拡大、ルピーが安くなって、さらなる経常赤字が拡大すると、これはもう避けたいと。インドのインフレも結構厳しい状況になってますから。インフレしててですね、経済が成長していればいいんですけど、今経済成長が厳しいですよね、コロナで。インドも非常に厳しい。この状態でインフレがますます上がっていくとですね、これはまあ本当にインドもやばいということでですね、貿易協定に関しては非常に慎重になっていると。また過去にインドはですね、2010年代前半に、原油価格の高騰をきっかけに、ルピー安が続いて、そのルピー安によってですね、物価が上がってしまい、それで金融引き締めをせざるを得なくなって、金融で引き締めたんですから景気が悪くなったということでですね、まあ非常にこの、まあインドもですね、正直、まあ経済運営がうまくいってない、この貿易赤字の拡大をこれ以上は、容認できない状況にあると。まあ、日本よりは発展してますけどね、定期的に。GDP は伸びていますけれども。今、インドの政権を担っているモディ氏。彼は、まあ、いわゆるインドには、まあ、いろんな、この、カーストとかありますよね。中級のカーストから、大統領になったということでですね。まあ、非常にこう、革命的な政権だとインドで言われている、まあそのモディ政権ですけれども、モディ政権は、まあ、経済の発展を重んじた政策を打ってきたんですけれども、メイクインインディアということでですね、まあ要するに中国からこれ以上企業に入ってきてほしくないと、インドは自分でも生産力を高めていくということなんですね。そういう状況において RCEP に入って、中国優位の、貿易協定が結ばれてしまうとダメだということで、セーフガード、まあ、一定の防御ラインを、設定してほしいと言ったけれども、それは中国が飲まなかったということだったんです。で、インドは今中国と、印中国境紛争が、行われておりまして、これは死者も出ています。重火器を使わないという協定らしく、報道を見ていただいたらわかるんですけれども、石とか鉄パイプを投げていたり叩いていると。まあそれでも死人は出ますから、国境紛争で死者まで出ている、インドと中国のこの関係と、
要するにやっぱり今回の RCEP は中国優勢に進められているということだと思います。にもかかわらず日本はですね、このなんか報道もほとんどされず、国会でもなんかふーんしーんみたいな状態でですね、このまんまいいんでしょうかということなんです。TPP は危険だったのに RCEP は安全ということはないですよね。これ誰が考えてもそう思います。でそもそもこの自由貿易協定とかの問題は国家と国家の問題ではありません。自由貿易協定を推進した結果、グローバリズムはどんどん進行し、あらゆる国で一部資本家への富の過剰集中によってですね、中産階級が没落し、それによって景気が崩壊したんですね。これがそもそも問題であって、こういう社会構造自体を考え直さなければならないという状況においてですね、ましてや中国との自由貿易協定を喜んで進めているような時代では全くないんですけれども、なぜか今回はですね、もうしれーっとこれが通ろうとしているということでですね、私たちも危機感を覚えております。また、まあ、移民の問題とかですね、様々なことが、今回の自由貿易協定には関わってまいります。まあ、ちょっとこのまんま行くと、署名自体は進んでしまいそうなんですけれども、継続してですね、問題は扱っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日の解説は以上でございます。最後に、オンラインサロン関係の、企画でございます。すいません。来週末、11月21日土曜日、富士のふもとで秋冬季キャンプのご案内ということでですね、先着あと数名の募集でございますけれども、一泊二日テントあり4000円、テントなし6000円でですね、キャンプ交流会でございます。詳細はですね、コメント概要欄に書いておりますので、これを見てですね、あ、面白そうだと思ったらですね、コメント概要欄を見ていただいて、申し込み方法の通りですね、先着あと数名でございますけれども、枠がありますので、お申し込みいただいたら幸いです。またオンラインサロンの方もですね、まあ、無料で参加できるようになっておりますので、参加してみてください。よろしくお願いいたします。はい。最後に、オリーブの木の経済政策、金融制度、中央銀行制度の根本的見直しをしなければならないと、毎日訴えております。今回のような反グローバリズム、まあ、このままですね、だらだらグローバリズムを推進しているわけにはいかないと。また、信用創造する権利の民主化が必要だと、これこそが中央銀行制度改革の、基本的な方向だと、毎日訴えております。一応赤くしてこれ毎日言っておりますが、ちょっと見てもよくわからない、これだけ見ても急にはわからないと思いますけれども、過去動画で関係するですね、大事なことをたくさん挙げていますので、ご興味を持っていただいたらキーワード検索してご覧になってください。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。講談社より2冊目の本が出ております。ぜひこちらの本も絶賛発売中です。よろしくお願いします。なぜ金融危機が起こるのか、コンパクトにまとまっております。ぜひお読みください。オリーブの木、朝霞市議会議員の富山真紀議員の富山木チャンネル、一期生の一期生チャンネルも立ち上がっております。コメント欄、概要欄の一番上に URL が貼っていますので、そちらをクリックしてチャンネル登録、応援してやってください。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。誰一人置いてはいかない。明るい未来を作りましょう。一緒にやっていきましょう。